プルトニウム、プルトニウム A は原子番号94の元素である。元素記号は、プ、アクチノイド元素の一つ。ウラン鉱石中にわずかに含まれていることが知られる。以前は、完全な人工元素と考えられていた。超ウラン元素で、放射性元素である。プルトニウム239、プルトニウム241、その退屈下の同位体が存在している。 半減期はプルトニウム239の場合、約2万4四千年アルファ崩壊による。比重は19.8で、金属プルトニウムはニッケルに似た銀白色の光沢を持つ大変重い金属である。結晶構造は単写小。融点は639.5、沸点は3230、沸点は若干異なる実験値あり。硝酸や濃硫酸には、 酸化皮膜ができ溶けない。塩酸や気流酸などには溶ける。原子化はプラス3、プラス6化プラス4化が最も安定。金属プルトニウムは特に粉末状態において自然発火することがある。塊の状態でも湿気を含む大気中では自然発火することがあり、過去のプルトニウム事故の多くがこの自然発火の結果とされている。プルトニウムと その化合物は人体にとって非常に有害とされたが、化学的な毒性は他の一般的な重金属と同程度である。またプルトニウムは放射性崩壊によってアルファ線を放出するため、体内、特に肺に蓄積されると強い発言性を示すとされている。原子炉においてウラン238が中性子を捕獲してウラン239となり、それが ベータ崩壊して、ネプツニウム239になり、さらにそれが、ベータ崩壊して、プルトニウム239ができる、原子炉内では、他のプルトニウム同位体も、多数できる。ウラン238は、天然に存在するので、ネプツニウム239と、プルトニウム239は、極微量ながら、天然にも存在する。また、半減気が、 約8000万年とプルトニウム同位体の中では、最も長いプルトニウム244も、極微量天然に存在する。なお、プルトニウム239及び、プルトニウム240とそれらの放射改変物の、しぶきの吸引は、風の歌舞伎館 e アークより、発言性がある、タイプ1と勧告されている。プルトニウムは主に核兵器の原料や、プルサーマル発電における、 モックス燃料として使用される。人工衛星の電源として原子力電池として使用されたこともある。金属プルトニウムは銀白色であるが酸化されると高褐色となる。金属プルトニウムは温度が上がると収縮する。また結晶構造の対称性が低いため時間経過とともに脆くなる。水溶液中では以下の5種類の酸化数を取り得る。 同位タイプは核分裂を起こしやすく生成も容易なため、現代の核兵器における主要な核分裂性物質である。球状プルトニウムの臨界量は 16kg だが、中性子反射体で製作したタンパーを用いて、中心方向に中性子を反射させることで 10kg、直径 10cm の玉に相当まで減らすことができる。 1, 1キログラムのプルトニウムが完全に反応したとすると、2 0トンの TNT 相当の爆発エネルギーを生むことができる。プはアルファ崩壊により、U を生成する。U も核分裂を起こしやすいが、親各種のプはより核分裂を起こしやすい。また、プはアクチニウム系列に含まれている。同位体プは、半減期87年でアルファ崩壊により発熱する。 このため熱源変換器と組み合わせた原子力電池とすることで人間の寿命程度のタイムスケールにおいて保守なしで機能し続ける必要がある機器の電源として利用することができる。実際に宇宙探査機ガリレオやカシシーニの電源となる同位体電池にも用いられている。また同様の技術がアポロ月面探査計画における地震実験にも用いられている。 ループは植え込み型心臓ペースメーカーの電源にも用いられ電池交換のために手術を繰り返すリスクを避けるのに役立っていた。近年ではほとんどが一次電池であるヨーカリチウムを用いているが2003年時点では50から100個程度のプルトニウム電源のペースメーカーが患者に埋め込まれている。ただし日本国内ではプルトニウム電源のペースメーカーは使用はもちろんのこと 製造も禁止されている。日本では放射性同位体の規制に定触するからである。大部分のプルトニウムは人工的に生成されたものであるが、天然においては、ごく微量のプルトニウムが、ウラン鉱石中に存在する。これは、U が中性種捕獲により U になり、その後2回の β 崩壊により、プに変化するためである。この過程は、原子炉における、 プルトニウムの生成と同じ反応である。その後は、プユ TH パスカルと崩壊していき、最終的には PB になる。この発見は1952年のことで、結果、ウランに代わって、地球上に天然に存在する、最も原子番号の大きな元素となった、その前年にはネプスニウムが、天然において発見された。また、太陽系の誕生以前の超新星爆発で、 生成されたプが痕跡量ではあるが、現在も残っている。これは、プの半減期が8000万年と相当に長いからである。ただし、天然においては、プルトニウムの同位体は本当に微量しか存在しない。あくまでウランが宇宙船などが原因で発生する中性子船を吸収した結果、生じているに過ぎず、地球誕生時にプルトニウムが存在していたとしても、 ウラムよりも半減期が短いため現在まで存在し続けることは通常ならできないと考えられている。1972年にガボン共和国を黒にある天然原子炉で比較的高濃度の天然プルトニウムが発見された。環境中のプルトニウムはほとんど酸化プルトニウム4プオの形で存在しているが、これは非常に水に溶けにくい。 千万立方メートルの純水にプルトニウム原子1個が溶ける程度であると言われている。プルトニウムは酸素と容易に反応し、プオ、プオとなる。一旦高温で焼き締めたプオは、硝酸にも内容となるが、フッ化水素酸を加えると溶ける。また、その中間の酸化物も生成する。また、ハロゲンとも反応し、プックスの形の化合物を作る。 プフおよびプフも見られる。プクル、プブルおよびプオイのようなハロゲン化酸化物も,も確認されている。炭素と反応して、プック、窒素と反応してプン、またケイ素と反応して、プシを形成する。プルトニウムは、他のアクチノイド元素と同様、酸化プルトニウム四プを形成するが、自然環境中では炭酸など酸素を含むイオン、OH、脳、ー。ノー SO と電化のある作体を作る。こうしてできた作体は、土との親和性が低く容易に移動する。強い硝酸酸性溶液を中和して作ったプーは、作体にならないプーを重合体を生成しやすい。プルトニウムはまた価数がプラス3プラス6かの間で変化しやすい。ある溶液の中でこれら全ての価数で並行して存在することも珍しくない。 上圧下でもプルトニウムは6種の同素体を持ち、それぞれ結晶構造や密度が大きく異なる。密度は最大のアルファ賞と最小のデルタ賞では25%以上も違う。様々な同素体を持つということが、プルトニウムの機械加工を非常に難しいものにしている。加工時に加わる熱や圧力によって、層が非常に容易に変わってしまうからである。このような、 複雑な相変化をする原因は完全には解明されていない。最近の研究では相変化の精密なコンピュータモデルが着目されている。兵器への利用においては、層の安定性をマシ加工性と取り扱いを容易にする目的で他の金属と合金にして用いられる数パーセントのガリウムを加えるなど、プルトニウムガリウム合金を参照。核兵器においては、 プルトニウムのコアを爆縮するための衝撃波も、相変化の原因になる。この場合には、通常のデルタ症からより、密度の高いアルファ症に変化するので、超臨界状態を実現するのに大いに助けになる。人類の利用の観点で重要な同位体は、プ、核兵器と原子炉燃料に適及び、プ、原子力電池に適である。これらは、 自発中性子による臨界制御が可能である。一方、同位体プーは、プの中性子捕獲により生成するが、この各種は非常に容易に自発核分裂を起こす。このためプーは核兵器で使用されるプルトニウムにおいて不純物として重要である。プーは自発核分裂により中性子をランダムに放出するため、計画した瞬間に正確に連鎖反応を。 解出させるような制御ができない。つまり、爆弾の信頼度及び出力を減少させてしまう。プルトニウムを生産する際にプのみ生成させることはできず、必ず複数の同位体が混在してしまう。前述の通りプは、極めて容易に自発核分裂を起こすが、核兵器においてプが一定量以上存在すると、 自発核分裂により核兵器の内部に設計よりも早く核分裂連鎖反応が始まる部分が生じ、そのエネルギーでプルトニウム全体が核分裂を始める前にバラバラに吹き飛んでしまう仮想爆発。爆ク,クレンズを用いたインプロージョン型核兵器では、プが10%程度以上混入すると仮想爆発となるが、頑張れる型の場合は、 1> が1%前後混入しただけで仮想爆発が起きる。このため、プルトニウムを用いる核兵器ではインプロージョン型設計の採用が必須となる。実際に、マンハッタイ計画では、頑張れる型プルトニウム原爆新マンも設計されていたが、仮想爆発を防ぐのは困難として開発が中止されている。結局、核兵器原料とするプルトニウムは、 負の含有量を10%以下とする必要があるが、これは、軽水炉では、実現困難なため国塩炉を使用して生産される。負の混入という課題は、核兵器開発において2つの側面を持つ。1つは、混入による仮想爆発対策として、爆縮レンズ技術を開発する必要が生じ、万発体計画に、遅れと障害をもたらしたこと。もう1つは、 爆縮レンズ技術自体が極めて高度な技術であり、容易に獲得できるものではないため、他国の核開発における技術障壁になったことである。ナオプの同位体比が約90%を超えるプルトニウムはと呼ばれる。アメリカ国内で生産された兵器級プルトニウムは、工場によりプルトニウムの同位体比が可表のようになっていた。一般的な商用原子炉である。 軽水路から得られたプルトニウムは少なくとも20%のプルトニウムと呼ばれる。原子炉級プルトニウムでも核兵器の製造は可能であるが、不安定な原子炉級プルトニウムでは爆発装置の製造が兵器級プルトニウムに比べて困難であり、兵器としての信頼性にも欠けるため、通常は核兵器に用いられることはない。だが、 原子炉級プルトニウムを高速増殖炉。日本には、常用と文珠がある二層化して、原子炉の運転をすると、その炉心の周囲にあるブランケットという部分で、高純度の平気級プルトニウムが生産できる。これまでに、常用のブランケットには、不同イ体純度99.36%の、プルトニウムが 22kg、文珠のブランケットには97.5%の、 プルトニウムが6 2ラム生成されている。これを再処理工場で取り出すだけで原子爆弾30発以上を製造できる量になるとの主張もある。1945年以来、約1 0トンのプルトニウムが核実験を通じて地球上に放出された。核実験による放射性降下物のため、すでに世界中の人体中に1からニップシー、 0.037から0.074ベクレルのプルトニウムが含まれている。また、各実験由来のプルトニウムが地表面の土壌に0.01から0.1プシー、G、0.37から3.7ベクレル、キログラム存在する。このほか、原子力施設などの事故や、再処理工場からの排出により、局地的な汚染が存在する。プルトニウムの同位体はすべて放射性である。 このため、単体の金属プルトニウム並びに、プルトニウム化合物はすべて放射性物質である。化学毒性についてはウランに準ずると考えられている。しかし、その化学毒性が現れるよりも、はるかに少ない量で放射線障害が生じると予想されるため、化学毒性のみでプルトニウムの毒性を論ずることはできない。プルトニウムの急性毒性による半数致死量は、 経口摂取で 32g、吸入摂取で 13mg、長期的影響の観点では、経口摂取で 1150mg、吸入摂取で 0.26mg、潜伏期間として15年以上である。また、プルトニウム239の都市摂取限度、1mC ベルト、年は、経口摂取で48マイクログラム、11万、ベクレル、呼吸器への吸入では 52NG。 120ベクレルである。プルトニウムは人類が初めて作り出した人工各種である。小出広明はアルファ宣言であるため放射線荷重係数が大きいこと、同じアルファ宣言である。天然各種のウランなどと比べ半減期が短いため、非放射能が高いこと、体内での代謝挙動、肺での不均等被曝は、 発言性が極端に高くなるの3点から、かつて人類が遭遇した物質のうちでも最高の毒性を持つと報告している。プルトニウムの有害性は体内に取り込んだ場合の内部被曝には特に留意すべきである。プルトニウムを塩化し消化管に入った場合、そのおよそ0.05%程度が吸収され、残りは排泄される。吸収された微量のプルトニウムは 骨と肝臓にほぼ半々の割合で蓄積され、体外へは排出されにくい。生物学的半減期、体内総量が当初の半分になるまでの期間は、ウランやラジウムと比べても非常に長く、一節には骨に50年程度、肝臓に20年程度と言われる。放射線有害性はすべてのアルファー線元核種と同じであり、部のみが特別というものではない。 最も有害な取り込み経路は空気中に浮遊するプルトニウム化合物粒子の吸入である。軌道から吸入された微粒子は大部分が軌道の粘液によって食道へ送り出されるが残り4分の1程度が肺に沈着する。沈着した粒子は肺に止まるか胸のリンパ節に取り込まれるかあるいは血管を経由して骨と肝臓に沈着する。そのため他のアルファ線 ベータ線放射物質による内部被曝と同様に e ア r クより発言性があるとタイプ1勧告されている。また、動物実験では発言性が認められているが、人においてはプルトニウムが原因で発言したと科学的に判断された例はまだない。アルファ宣言であるため ICRP が定める線量係数では部の傾向摂取で2.50。 吸入摂取で1.20と定められ、i、蛍光摂取二2.20や cs、蛍光摂取一1.30よりも1ベくれるあたりの人体への影響が大きいと想定されている。一般には、α ルファ線は、β ータ線よりも20倍の危険性があるとされている。アタウミカによると、米国での1974年までのデータとして、最大許容身体負荷量 1.5kbq の 10から50%摂取した例が1155例、同50%以上が158例ある。このうち代表的な2例、世界大戦における原爆製造工場、冷戦期の兵器工場火災、デノプガンユーガス9位において24年経過後で、肺がん、致死は1名、42年経過後の発症では、肺がん3例と骨肉腫1例であった。 これは被曝のない通常のグループよりも発生率が低い。ただ発症までの潜伏期が40から50年と長年であり、調査対象者も高齢化しており、疑わしい疾病を発症してもプルトニウムを病原と断定しにくいのも事実である。プルトニウムの臨界量はウラン235の3分の1しかないので、臨界量に近い量のプルトニウムが蓄積しないように、 注意しなければならない。すなわち形状が重要で、球体のようなコンパクトな形にしてはならないのである。溶液状のプルトニウムは、固体より少ない量で、臨界量に達する。それが単に溶けるか破片になるのではなく、爆発するためには超臨界を大きく超える量を必要とするので、兵器級の核爆発は偶然に生じることはあり得ない。しかしながら、 一び臨海量に達すれば致死量の放射線が発生する。臨海事故は過去に何度か起きており、それらのうちのいくつかで死者を出している。核開発の早々期の事故として著名なのが、いわゆるデーモンコアの事例である。1945年8月21日、ロスアラモス国立研究所で致死量の放射線を発生させた事故は6.2、 キログラムの球状プルトニウムを囲んだタンカタングステンレンガの不注意な取り扱いに起因していた。この時科学者ハリー・ダリアンは推定510レム5.1シーベルトの被爆をし4週間後に死亡した。その9ヶ月後に別のロス・アラモスの科学者ルイス・スローティンはベリリウムの反射材及び以前にダリアンの生命を奪ったのとまさに同じ。 プルトニウムコアによる同様の事故で死亡した。二人の科学者の命を奪ったプルトニウムコアはデーモンコアと名付けられた。これらの出来事は1989年の映画でかなり正確に描写された。1958年にはロスアラモスのプルトニウム生成工程で混合容器の中で臨海量が形成されクレーン操作員が死亡した。この種の事故が ソ連等の国で起こった、詳しくは、原子力事故を参照。1986年のジェルノブイリの事故は、大量のプルトニウムの放出を引き起こした。さらには、金属プルトニウムには発火の危険がある。特に素材が微粒子に分割されている場合が、危険である。金属プルトニウムは酸素及び水と反応し、水素化、プルトニウム、ピロリン酸化合物が蓄積する。 可能性があり、これらは、室温の空気中で発火する物質である。プルトニウムが酸化してその容器を壊すとともに、プルトニウムが相当に拡散する。燃えている物質の放射能は危険性が増す。酸化マグネシウムの砂は、プルトニウム火災を消化するための最も有効な素材である。それは、ヒートシンクとして働き燃えている物質を冷やし、同時に酸素を遮断する。 1969年にコロラド州ボルダーの近くにあるロッキーフラッツ工場でプルトニウムが主な発火源になった火災があった。これらの問題を回避するためにどんな形態であれプルトニウムを保管、取り扱う場合は特別の警戒が必要である。一般的に乾燥した不活性ガスが必要である。ラジウムあるいは炭素14のような自然に生じる。 放射性同位体とは対照的にプルトニウムは冷戦中に兵器製造のために大量に数百トン濃縮製造分離されたことは注目すべきである。1944年から1994年までの期間にアメリカ合衆国だけで110トンのプルトニウムを分離し今なお100トンを保有している。化学兵器、生物兵器と異なり、 科学過程ではそれらを破壊することができないので、これらの備蓄は武器形式であるかどうかに関わらず重大な問題を提起する。余剰の兵器ープルトニウムを処分する一つの提案はそれを高レベルの放射性同位体、例えば使用済み原子炉燃料と混合することである。こうして潜在的な投手、あるいはテロリストによる取り扱いを防止する。別の手段としては、 ウランとそれを混合し、原子炉用燃料、混合酸化物すなわち、モックスアプローチとして消費することである。これは、負の多くを核分裂により破壊するだけでなく、残りのかなりの部分を核兵器としては役立たないプおよびより重い同位体に変化させることができる。日本では、プルトニウムのすべての同位体は、各原料物質、核燃料物質および、 原子炉の規制に関する法律で、その保管、取扱いを規制されているとともに、外国為替法の中で、国際規制物資として輸出入が規制されている。最初は、ウォルター・ラッセルによって存在が予想されていたが、ウラン238に中性子を照射して、プルトニウムとネプツニウムを合成することは、1940年に2つのチームが互いに独立に予想した。 カリフォルニア大学バークレー放射線研究所のエドウィン・エム・マクミランとフィリップ・アベルソン、そしてケンブリッジ大学、キャベン・ディッシュ研究所のノーマン・フェザーとイーゴン・ブレッチャーだった。偶然にも、両チームともが、外惑星の並びに似せて、ウランに続く、同じ名前を提案していた。最初に合成、分離したのは1941年2月23日、アメリカの科学者、 クレンセオドアシーボーグ、エドウィン・エム・マクミラン、JW ・ケネディ、および AC ワールで、バークレーの60インチサイクロトロンを使って、ウランに重水素を衝突させる方法によって合成された、プルトニウム238である。この発見は、戦時下だったため秘匿された。原子番号92のウラン、93のネプツニウムが、それぞれ太陽系の惑星の天皇星、 海王星にちなんで命名されていたため、これに倣って、当時海王星の次の惑星と考えられていた、名を保持、プルートンから命名された。シーボー群は、冗談で、元素記号として、プの文字を選んだ。子供が臭い時に叫ぶペイヨーを連想するからだが、特に問題にならずに、周期表に採用された。マンハッタイ計画で、最初のプルトニウム生産路がオークリッチに建設された。 あとに、プルトニウム生産のための大型の炉が、ワシントン州ハンフォードに建造されたが、このプルトニウムは、最初の原子爆弾に使用され、ニューメキシコ州ホワイトサンドのトリニティ実験場で、核実験に使われた。また、ここのプルトニウムが、プルトニウムの発見からわずか5年後、第二次世界大戦末の1945年、原子爆弾ファットマンとして、長崎市に投下された。 冷戦時代を通じてソビエト連邦とアメリカ合衆国の双方で膨大な量のプルトニウムの備蓄が行われた。1982年までに推定300トンのプルトニウムが蓄積された。冷戦の終了とともにこうしたプルトニウムの備蓄が核拡散の恐れの焦点となった。2002年にアメリカ合衆国エネルギー以上は同国防省から34トンの余剰の 兵器級プルトニウムの所有権を譲り受けた。2003年初頭の時点で、合衆国内にあるいくつかの原子力発電所において、プルトニウムの在庫を焼却する手段として、濃縮ウラン燃料からモックス燃料へ転換することを検討している。プルトニウムが発見されてから数年の間、その生物学的、物理的特性はほとんど知られていなかった。 そこで、合衆国政府及びその代理として活動する私的組織によって一連の放射線人体実験が行われた。第二次世界大戦の間から戦後にわたり、マンハッタイ計画やその他の核兵器研究プロジェクトに従事した科学者が、実験動物や人体へのプルトニウムの影響を調べる研究を行った。人体に関しては、末期患者あるいは高齢や、 慢性病のため余命10年未満の入院患者に対し典型的には 5G のピルトニウムを含む溶液を注射することにより実施された。この注射はこうした患者のインフォームドコンセントなしに行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。